地球滅亡60秒前。前回のゲームの雰囲気とは打って変わって、なんじゃこのゲームっていう感じなんですけどね。単発ものでちょっとやっていきたいなと思って探してたら、もう名前からしてもアウトローすぎんだろうということで、まあやったんですけれども、これどうやって始めるんだ。あ、なるほどね。でね、前回のワンショットをやってた最後の時に、次回もこういう世界に浸れるようなゲームがやりたいななんて言ってたくせに、もはやもうその浸る世界をぶち壊しちまおうっていうようなゲームでね、オプションとか見ていこうか。あーと、日本語でいいかな。うん、OK と。で、まあ、スタートということで、なんか始めるときに、ちょっとした韓国語があったんで、これ韓国のゲームなのかな。うん、オプション見てみるとね、ここ左上が一番ね、あれがコリアンがあるからね。うん。で、あとどう見てもこの隕石、ジャガイモ。で、どちらかというと男爵芋。まあ、そんなことでかさっさと始めていきましょうかね。60秒間で、あなたは世界を守れるか、それとも、愛する人と最後の時を過ごすのか。こういうの初めに言うべきだよね。はい、スタート。ニャンローディング。緊急速報です。地球に巨大な隕石が近づいてきています。まもなく地球に衝突し、地球は滅びます。隕石が地球に衝突するまでの残り時間は、あと60秒です。ん ?60 秒 ?20 年もかけて、やっと今日アナウンサーになれたんに、マジかよ。もう放送なんかどうでもいい。わしずらやねん。やっや、おめえら死ぬんだぞ。主人公の家。何?地球が滅ぶ?おい、冗談だろ。お前のその髪型も冗談だろ。あとたったの60秒しかない。どうせ死ぬなら好き放題やってしまうか。あと少ししかないが、この時間だけでも欲望のままに、でも人に迷惑を、クソ考える余裕もない。とにかく外へ出るぞ。 Get ready! 遊び方、GH で、で AD で移動。はい、あ、これクリックしなくちゃいけないのね。AD で移動。AD で移動で GH でパンチ。殺した!え?チュー、うえ!ちょっと待って待って待って。こんな60秒の過ごし方でいいの?殴るかチュー、ちょっと待って、なんか。ふぃー。え?待って、こいつの60秒の。違う。ちょっと失礼。やばい、地球が、来たー。地球と共に僕は死んでしまった。いい人生だった。お疲れ様でした。目を覚ましてください。VR 性格テスト終了でございます。お疲れ様でした。そうです、この研究所の最新設備で行われている VR 性格テストは、このテストで人の行動を分析し、人の本性を確かめることができます。ご家族の方も一緒にテスト内容をご覧になられていました。あー、それはまずい。あ、俺の家族じゃねえからいいや。これは一体、あんたがこんな人だなんて知らなかったわ。人間失格だわ。あんなに幸せな顔で人を殺してどうかしてんじゃないの。今日でお別れよ。おじさん、人を殺すことってそんなに楽しいことなの。僕、大人になったらおじさんのような立派な殺人鬼になりたい。
エンディングリストに殺人鬼が追加されました。なるほど、いくつかパターンがあるわけやねんな。了解。ってことはじゃあ次は、せっかくだからちょっともう一個くらい見てみよう。 Now loading。 緊急速報です。同じだよね。はいはいはい。うめえ、みんな死ぬんだぞ。どうしようかな。ゲッレリー、進んでいきましょう。今度はチュ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 、あ、やった、仲間がついてきた。邪魔、仲間がついてきた。よしよしよし、とりあえずカップルを破滅させ、いったチューしたらどうなる。うん、いったお前らがくっつくんかい。ふい、これは欲しい。え、ちょっと待って、めっちゃついてくんじゃん。めっちゃついてくんじゃん。え、ちょ、怖い。でてー。おえ、核弾頭のアンテナ、クリックをし、え、クリックを押して、なんか来た、いて、え、は？自爆？自爆？まあまあまあ、ある意味地球は救ったんじゃないですかね。真っ白な風景。ここはどこ？天国？お疲れ様でした。目を覚ましてください。ん？ここは？ VR せ、まるで映画、マトリックスのような仮想の世界が体験できます。このテストで人の行動を分析し、人の本性を確かめることができます。実はご家族の方も一緒にテスト内容をご覧になられていました。え、さっきとキャラ変われ、おくろ、僕の彼女ジヒョン、もう完全に韓国やん。これは一体、核ミサイルを地球に向かって撃つなんて考えられへん。そうですね、彼はもう社会から隠れる方法、社会の社の字が、自分が困ってると言って周りに害を与えるタイプ、もう最低。おじさん、僕も死ぬときはみんなを道連れにするよ。僕もミサイル撃ちたい。節子、それミサイルちゃう、ダイナマイトや。自爆が追加されました。やってやるよ。ちょっとなんか、ちょっとさ、ちょっと一回でいいから穏やかなエンディングが見たい。あるのかな。ちょっと愛を注ぎまくる、こうやろう、愛を注ぎまくろう。とりあえずちゅ、おちゃん、おめえじゃん、いて、めっちゃバットで殴られる。よし、いや、カマン、カップルも破局だ。お前らもう終わりなんだよ。ほい、チュー、オッケー、あれ、めっちゃ、おー、え、ちょ、待って、殴られた反動で逃げ、これまたあれちゃん、どうせ卑怯、あ、さし、違う、え、待って、どういうこと、15秒、まずお前どうやって宇宙に来たの？服は？え、酸素は？え、ちょ待って、何もない、何、あ、分かったよ、僕分かった、ちょっと待って、はい、あ、もうダメだ、あー、はい、謎はすべて解けた。溶けた。はい。でもこれってさ、あ、まあでもどうなの？こう、え、どういうこと？は？あんた欲求不満なの？今まで見たこともない幸せな顔して、あんなに女子にハレンチなことして。おじさん、女とチューするのってそんなに気持ちいい？ククククー、みる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 、み
ゆびる。僕も明日幼稚園の女の子の口の中に舌入れてみるよ。ちょっといい？ん？ちょっと待った、落ち着いて。これは VR だ、単なるゲームなんだ。僕はゲーム教えただけなんだ。近寄るな。うわあ！リヒョンちゃん、君なら分かってくれると思ったよ。僕は決して浮気をするような人間じゃないんだ。そうだろ？死ねくぜろーの！わあ！あ、結局隕石の衝突と変わらん。おじさん、死んだん？まあ、それに近しい。死んでるー！エンドレスゲーム？ちょっと待って、もうやめろこの畜生。急に老けたな。いや、幸せな60秒。ああ、ハレンチなことしまくったから。違う。分かったんだよ。多分、俺の予想だけど。うん。はい。あ、分かった。もうスキップ。はい、スキップ。Get ready! Get ready!ちゅう。待って、出てこないじゃん。ってことはこいつ芝、あ、違う、お前じゃない。君だ。ふぅ。OK。多少の犠牲は仕方がない。あと15秒、間に合うか。急げ。間に合う。違う。あ、ロケット吹っ飛んでる。なあ！これはもうあのオチしか浮かばない。よ。ですよね。ほら、もうやっぱり。ただの殺人鬼になっちゃった。ちょっと待って、やっぱりやるからにはクリアして終わりたい。もう皆さんも想像ついたでしょ、何しようとしてるか。そう、その通りなんですよ。あれ、ちょ、いきなりやろうとしてるじゃん。おいで、バシ、おいで、そうだよ、誰にも危害を加えるな。オッケー。で、これはどうなんだろう。殴り続けてたらいつか出てくる。ほい。あ、なんか割れたね。あ、いけてるんだな。ほい。よし、オッケー。手に入れた。まださっきよりも時間倍あるぞ。急げ。ところで60秒だからって、あれか。あの人あれだね。ほい。で、チュー。オッケー。え？ちょ、待って。ちょっと待って、違うんだよ。どいてけろ。え、あ、やっぱりこいつ、あー、何もしない。早い。このゲームこんなに長引かせてやるもんじゃねえだよ。マジか。ってことは結局銃を手に入れなきゃダメ？ってこと？やっやっぱり私の息子だね。人様に迷惑をかけずに済んで本当によかったわ。私もほっとしたわよ。あと60秒しかないのに何もできるわけないじゃん。人に迷惑かけないでじっとしてるのがベストだよ。本当、あなたの彼女でよかったわ。違うって、これがやりたいんじゃない。
おいっ子超怖え。つまんない。俺もつまんなかった。スタンバイが追加されました。オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。違うって、違うって。もうこれラストにするよ。もうこれラストにするよ。もうこれでラストうまくいかなかったとしたら、もうごめん。あと皆さん、ご自身でやって。ちょ。よし。おい、行こう行こう。ワンちゃん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 。はい、来た。オッケー。うぃー。違う。ごめん。そのための犠牲は許して。急げ。え、結局でも、あいつを倒さ、え、あの、なんか、何、盾野郎っていうのを倒さずにやるにはどうしたらいいんだよ。バットでもさ、初めてやった時、跳ね返されちゃったから。ほい。で、これで乗っていきます。そう、乗っていくじゃん。で、急げー、着陸ー、じゃがいもー、来たー。で、ここでよ、ここでこいつだ。ベベ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 。そう。でも、そのロケット自体、宇宙行けるのっていう話だよね。僕は死んでしまった。いい人生だった。真っ白な風景、ここはどこ？天国？お疲れ様でした。目を覚ましてください。ん？ここ？ドゥ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 。明日一日この音楽がなんか耳から離れなさそうだな。どうです皆さん、もうこの短い間に6回もこの音楽聴いてるんですよ。おい、はっ、誰？てちょいてちょいてちょい。誰も止められなかった隕石を一人で止めるなんて素敵だったわ。まるで映画。本名出して大丈夫なの？私が知ってる、いつものあなたとちょっと、え、あ、違うけど、たまには、そうだよ。おじさんかっこいい。地球を守る正義のヒーローみたい。持ってるもんはなんか変わらへんけどな。節子、それはダイナマイトや。隕石爆破が追加されました。これで全部なんちゃいますかね。まあ、多分一番はそうなんだろうなっていうところで、しょうもない20分間にお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。ねえ、浸るどころか何回地球をぶっ壊したんだっていう話なんですけど、まあある意味ひたひたにしちゃったけどね。ということで、こういうバカゲー、まあおもろかったですわ。まあ、そんなこともありのということで、またね、次回またゲームを探してやろうと思いますんで、お付き合いください。ということで、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。またお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。こんにちは、博士です。このゲームを最後までプレイしていただいた、すべてのプレイヤーの方々に、とても感謝しております。ありがとうございました。最後に私の開発した最新技術で、あなたのゲームプレイに基づいたあなたの性格を分析させていただきました。要求としてぜひご覧ください。Top Secret。おお、これはなかなかの結果ですね。あなたが最初に見たエンディングは殺人鬼です。あなたはごく普通な人です。ゲームはゲームでしかないから楽しめれば何でもいいと思っていませんか？そして2番目のエンディングが自爆です。家族から観察されているにもかかわらず、核ミサイルを撃ちましたね。あなたの好奇心は海のごとく。ゲームはゲームでしかないと思い楽しむ。とても健康な考え方を持っている人ですね。さてと、これでおしまいです。この分析はあくまでも余興ですので、真に受けないでください。私はこの人生がマトリックスのような仮想現実ではないかと、時々妄想したりしますが、もし、それが本当でも何も変わりはしません。それでは皆さん、
本当にありがとうございました。再び会えることを楽しみにしております。Thank you for playing. まあ要するにですね、5つのエンディング見たんですけど、その他にも4つのエンディングがあったんですわ。でやったらこのハテナハテナが出てきたっちゅう、ただそれだけのオチです。以上、おまけでした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。